KW 社員のコンスピラシーセオリー。今回は1月6日、2021年の1月6日に、アメリカの議事堂への襲撃事件に関してのいろいろ事実がまた出てきたということについて、前前回前回から続けて話しています。これってあの、ま、2年と2ヶ月前の出来事なんですね。 で、二年間、これをあの、まあ、持っていて、それを見ていて、えー、事実はこうだということは分かっていたのに、えー、言わなかったのが、この、まあ、調査委員会の人たちで、で、それはなぜそうだったかというと、まあ、とにかくトランプさんを悪者にして、この議会襲撃事件というものを、本当にあの、まあ、野蛮で、大変なあの、まあ、 なんていうんですかね。そのカマラ・ハリスが言うには、ええー、ま、千九百四十一年のパールハーバー事件、それから、ま、2001年の9 11、えナインイレブン、えぇ、世界け、けえぇ、ー、世界、えぇ、ー、貿易センターの、ま、あテロリ、テロ事件に続く、その、まあ、それぐらい、あの、恐ろしい出来事だというようなことを <laughs> 言ってるんですけれども、 まあ実はこれがその作られたものであったじゃないかっていうことがまあ今回この映像から出てきていて全部で4万4千時間のその撮影されていた監視カメラの映像それからボディカメラの映像などなどということなんですけれどもでまあそれをなぜこう出さなかったかっていうとその監視カメラの位置がわかるとそれによってまあそれをこう避けて 新たな、まあ、事件を起こす人はいるんじゃないかということを、まあ、懸念して出さなかったということを言ってるんですけれどもえまあこの4万4千時間の、えーまあ、その映像資料を新しくこの会員の議長になったケビン・マッカーシーが手に入れ、えー、まあその権限を手に入れでその映像も手に入れそれをタッカー・カールソンに託してホ、えー、ークスでまあその 番組にしてくれという、まあそういうふうなこう流れなんですけれどもで、このタッカー・カールソンがまあ、えー、指摘しているポイントが大きく3つあって、でこれ前回話しました、えー、ヤコブ・チャンスレーという、えー、まあそのすごく象徴的な姿をした、えーまあ、首謀者の一人と言われている人間が実はすごく平和的に、えー、行動していたということ、それから、えー その続きはまたちょっと今回話そうと思ってるんですけれども。で、もう一個、その、すごくその、まあ、この事件が凶悪だと言われていることは、そこであの、警備をしていた警察官が、えー、まあ、殺害されたというふうに今言われてるんですね。で、その警官の名前は、えっと、ブライアン・シックニックという人なんですけれども、で、この人はあの、 えー、まあ、警備をやっていたんですが、なんか消火器で頭を殴られて、えー、亡くなったというふうに言われてるんですよ。まあ、それによって、その、まあ、この事件が、どれだけ、えー、まあ、被害が大きかったか、えー、悪どい事件だったかということを、まあ、こう、主張しているのが、この、調査委員会なんですけれども、この、あの、ブライアン・シックニックさんは、 実はこの日、この場所で死んではいなかったんですね。で、他にもあの、亡くなった警察官が3人か4人いるんですけども、その人たちはどうやらその後自殺したって言われていて、実際あの、この事件の中で殺されたわけでもないんですが、あの、それをあの、全部まとめて、えー、FBI の長官、えー、違うかな、司法長官かな、メリック・ガーランドという人も、えー、この事件ではその4人の警察官が殺されたなんてことをまあ言ってるんですけれども、 ももうこの場ででで誰もその警官は死んんんなないいすね殺されてないんですねでこのブライアン・シックニックさんは、えーまあ、後にその死んだということが、あのーまあ、報道された時にまずその消火器でやられたんですけどそれは間違いだったと。でなんかその催涙ガスのアレルギーによって、えーまあ、命を落としたっていうふうに次言われたんですがその後いろいろ検診の結果ええー まあ、決戦ができて、えっ、ー、と、なんだっけな、脳卒中で死んだというふうに、まあ、あの結論が出たんですね。つまり、この日、その襲撃したと言われている団体の中で、こう、暴力にあって殺されたんではなく、まあ、持病を持っていたんじゃないかと。 で、まあ、決戦だっていうと、またちょっと別のことをね、ちょっとこう疑ってしまうんですけれどもね、そうだった可能性も、ま、なきにしもあらずなんですが、<laughs> ま、この人が、あ、そっか、でもま、このタイミングはまだ始まってないの、始まってまだ間もないのかな。まあ、でもま、このブライアンシックニックさんは、この日のあの、その映像にも映っていて、この人もその議会に人が、 <laughs> 議事堂に人がこうガーッと入ってきたタイミングでこっちだよこっちだよっていう手をあのこう何ですかまあ招き猫じゃないですけどこう手をこっちに向けてこうおいでおいでってやってるような映像がしっかり撮られてるんですねだからまあその例えばもう言われてるようにこう止めようとしてその止めようとした時にひどい目に遭ったというふうにその言われてるというのは実はあの事実じゃなかったと あと、あの、この時に、あの、まあ、警備をしていた警官で、割とその現場の指揮を取っていた人が、えー、上司に連絡を取って、まあ、どうすればいいかみたいなこう相談をしたんですけど、それに対しての,あの返答が全然なかったらしいんですね。で、まあ、それも含めて、この日、その、まあ、議会のその警備をする警官以外に、えー、ナショナルガードという、まあ、州兵ですかね。 アメリカの、まあ、その、まあ、ある程度の軍備を持った、ええー、人たちを警護に、あの、加えるかどうかっていうことも、トランプさんも、あの、ナンシー・ペロシに問い合わせたら、ええー、いらないというふうに言われたらしいし、ええー、この、この現場にいた警官も、その、ナンシー・ペロシとその、ええー、警護をしている、ええー、まあ、グループに、その、 ナショナルガードは必要じゃないかって言ったら、まあ、返答がなかったというぐらいその、まあ、今のところで考えるとそのナショナルガード周辺の警護をつけたかったとでそれはつけることによってその現場の警察官とこうちょっとなんていうんですか摩擦だったり混乱があるんじゃないかということを心配して 警護をつけなかったとそれにその止めるはずだった警官があまり止めずにこっちだこっちだというふうに手招きをしていたということを考えたりこの全体の責任者っていうのは当時下院の議長だったナンシー・ペロシだっていうことを考えるともしかしてこれえ仕組まれてないと言ったらあのまあ偽旗ですよね。 実際にその自分たちがそれをこう演出しておきながらそれをその襲撃しそうな連中に何て言うんですかねこう誘導してそれをあのここでまあ事件にさせたということに繋がるんじゃないかというふうに思ってもおかしくはないと思うんですけれどもまあそんなふうにこうずっとこの2年間言われてもいたんですね ところが、まあ、その、公やけ、オフィシャルには、やっぱり、あの、この、まあ、えっ、ー、と、この間まで、上院も下院も、まあ、あの、政権も完全に民主党が独占していたので、えー、何を言っても、まあ、公式には何も、誰もこれは認めないという流れにはなっていたんですけれども、今回、こう、いろいろ出てきたということで、 えー、まあ、この会員にね、あのー、議長にケビン・マッカーシーがなったという流れも、まあ、いろいろその会,会員の中での反対意見だったりとか、共和党の中でのいろいろまあ、こう、意見の違いみたいなのもあったんですけど、まあ、それをひとまとめにしたのも、まあ、トランプさんでもあって、まあ、このトランプさんに対して、ケビン・マッカーシーは、まあ、もともともうちょっとその、まあ、中立というか、ちょっとソフトなタイプだったらしいんですけども、今回は完全にその、共和党の、 えーまあ、今主流であるトランプ派をしっかり代表しているという風になっているということで、今回こう,うこの、まあ、おも事実がいろいろ表に出てきたという流れなんですけれども、あともう一つ、えー、その、高川さんが言ってるのは、このレイ・エップスというその前日からその当日、 いろんな人に、ね、こう、なんていう、明日やるぞとか、これから行くぞみたいなことを、こう、煽ってた人がいて。で、その人は、あ,あの、まあ、これ見よがしに、こうト、トランプさん帽子を被ってるんですね。マガハットを、赤いやつを。ところが、あのー、まあ、この人は本当にその、FBI から潜入させられた工作員じゃないかというふうに言われてるんですけど、あのー、まあ、いっぱい映像が出てるわけですよ。その、の、レープスという人が。 まあ、集団をこう、なん,んですかね、こう、うん、ガス入れをしてるっていうんですかね。そういうことをしてる映像がいっぱい出てるんですけれども、この人についての話題が一切、この調査委員会の、えー、校長公聴会とかの場で出,出てこなかったんですね。つまり、まあ、いないこととされていたということなんですけれども、今回このタッカーカールソンが公開した映像の中には、いっぱい映ってるんですよ。 でそれこそあの襲撃した、うん、まあその集団の横にいて、えー、耳打ちをしているような映像もあったりとかあのまあとにかくこの人が本当にこの襲撃事件の中心にいたということがまあ証明されるような映像がまあしっかり出てきているということなんですけれどもうんでまあ本当にその 深読みすれば深読みするほど、まあこれはだからナンシー・ペロシなり FBI なり、まあこの襲撃事件を演出し、それがまあひどい結果を生めば、トランプ派、トランプサポーター、それにまあトランプ大統領をまあ全員悪者に仕立て上げるということが、 まあできるわけですね。で、それを、まあすることによって、で、その後弾劾裁判もありましたしね。で、これをまあすることによって、トランプさんはもう影響力もなくなるし、まあ言ったら犯罪者となれば、下手したら、その、冤罪でも、有罪になれば、まあ、一気に求心力が落ちますし、えー、次の大統領選にも、え、出馬できなくなるという、まあ流れを作れるので、それをまあ、 あのアメリカの、まあ、反トランプ派、まあ、はっきり言ってディープステートですよね。そのディープステートが、えー、この工作をしたんじゃないかというふうに見ても、まあ、あのうん考えすぎだというふうには思えないようなものが今回出てきたということなんですね。まあ、それによって、えーまあ、タッカーカー・ルソンが よくやったという声もあるんですけれども、これに対してやっぱりその今まで逆説を唱えていた側は、このタッカー・カールソンがやったことは、えー、デモクラシーにとって危険なことだとか、えーまあ、これこそフェイクニュースだとかデタラメだとかって言ってる人たちもいて、でもまあその映像を見れば見るほど、 いや、これは明らかにそうだよね。まあ、あのー、それなりにね、やっぱ見せるために編集だったりカットとか、あのー、されてはいるんですよ。全部が全部そのまま出されているわけじゃないんでね。その、ほとんど4万4千時間あるもんですからね。4万1千時間とも言われてるんですけれども、えー、まあ、それをあのー、10分15分の映像にして、まあ、ちょっとずつちょっとずつ見せてるんですけれどもね。それがね、まあ、編集はされてるけど、どうしてもごまかしきれない部分はいっぱいあるし、 この部分部分を見るだけでも明らかにこのいないって言われてる人がいるよねとか、えーまあ、暴力的だった人がすごく平和的に歩いてるよねっていうことにはなるんでで実際に中に入って暴れたた人人人やや物をを壊した人やの何かを盗んんだ人もいるはいるるはですよでもそれもまあ、群衆心理というかそういうものをこうみんながやってるとなればこう。 その気になっってやっちゃう人もいるしそのまあこの襲撃したといわれてる人たちに成りすました工作員がいればその人たちがいろんなことをやれば、まあ、それに合わせてみんなやってしまいますよね。でこの日あの、まあ、この警官も含めて全部で五人死んだって言われてるのかな。 だけどこの警官以外に死んだ人は全員トランプ支持者たちなんですよ。つまりトランプを応援してトランプのために襲撃して誰かを殺そうとしたわけではなく結果的に、えー、警護の人たちに、まあ、殺されてしまったというあの結果になっているということなんですけれどもまあこのえっ、ー、とヤコブ・チャンスレーそれからブライアン・シクニック エップスのこの3人の、まあ、この日の行動がこれだけこう紹介され、まあ、世界中の人がまあ見ていてでそれに対していろいろなまあ意見もありますけれども、まあ、これによってあの本当にその1月6日の襲撃事件というものは実際は、えー、悪意のある、えー、トランプさんが仕組んだものでも、えー、後ろからその。 後押ししたものでもないということが分かったという、まあそんな流れのこの1月6日襲撃事件です。事件じゃないんですよね、もうだからね、言ったらもう、偽旗作戦だとしかね、もう思えないし、まあアメリカでも半数ぐらいのその、保守層の人たちはみんな今そう思ってますよね。まあ逆のことを言っている人たちもいますけど、それについてはまた次回、ちょっとだけ紹介したいと思います。